しいぞ。天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。行ってみよう。今月のお救い米、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪人だったみたいだな。どうりで神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でもなんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろ。笑えるぜ、俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう行ってくれ。まだやることがあるんだ。確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき砲塔団に強盗に入られたばかりだ。で砲塔団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら砲塔団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。うーん、嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり砲塔団のやつを捕まえて聞いてみよう。砲塔団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。
今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、ヌスットの世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる宝刀団みたいだな。懲らしめてやろうぜ。粉々よ。逃げ場はないぞ。倒滅。そう、なんでこんな俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。兄貴、なんとかしてくれ。その、いい身のこなしだな。宝刀団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢？ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。あんな奴の家なんかによるんじゃなかったぜ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料？なもんねえよ。汚ねえ家ん中だったぜ。そういえば一つだけ変わった箱があったな。きっと宝が入ってんだろう。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書。それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。何でもありなつくも物、何かお求めですか。それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか。黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか。いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ。ここで何か貴重なものでも買ったのか。そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ。食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々はその食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったらきっとがっかりするでしょう。黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い借金をしてでも以前と同じ量の食料を変えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全
部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば、黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していれば、このような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら、黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら、彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか。一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたもので、どんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。そうでしょ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。そうですね、2000モラでどうでしょう。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。あれ、お前一人しかいないのか。さっきの二人は。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。もしかすると俺もこれからは。そういえば宝刀団のことはもう調べたのか。俺が嘘をついてないのが分かっただろ。大体こんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、自分のお金で買ったものだったんだ。どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀、昔は俺の親父が帯刀していたものだったんだ。小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。その後親父にこっぴどく叱られたがな。親父はなんて言ってたっけ。おかしい、また思い出せなくなった。神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。記憶のところどころに大きな空白があってどうやっても思い出せない。ただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。親父が亡くなる直前、
その刀を俺に渡した。その時に言ってくれたんだ。この刀を持てばきっと。あれ、よく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか？仁義。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った、結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ、俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時、それでも心が痛んだ。これ以上の皮肉はないだろう。俺は善人になんかなれない、悪人にも。じゃあ俺は一体どうすればいいんだ。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろう。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。3人目の神の目を失った人は確かこの辺りで有名な剣術家だったよな。明鏡止水流の現師範らしいけど、なんかすごそうだな。ここがその人の剣術道場みたいだ。ちょうど人がいるみたいだから聞いてみようぜ。ナナコ、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取りつかれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。あの、何かあったのか？君たちは誰だ？暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか。どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだ、オイラたち。弟子入り？そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。でもここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。わかった、妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。いっぱいもせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと兄弟子と相談した結果、
師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直、私も師匠が良くなるかどうか分かりません。鳴神大社ってなんだ？鳴神大社知らないのか？あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ、七子。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取り憑かれる、神の目を奪われると、そんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹たちが師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。島の子になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてからあてもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。邪気払いの儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここにもいない。もっと上かな。ここか。もっと上に行って探してみよう。いた。あそこに怪しい奴がいるぞ。きっとあいつだ。お前ら、なんでそんなに足が速いんだ。本当にドモンの弟子か。ドモンより速く感じたが、それとも何年も会わねえうちにドモンの奴また実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？お前らが生まれてくるずっと昔から俺とドモンは一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かって
どうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。当時俺もそう考えてた。だが土門の剣術の成長はとてつもなく早く俺にさえ追いついた。その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求めどんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ。それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち誰よりも剣の修行をしみんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れメンツも地位も失い門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だがあいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か。明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。何ですって。師匠は邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか。そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。七子、落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界には様々な蛇が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。それにこのことに天気がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が。俺の知ってるあの八重様がですか。鳴神大社の大巫女様、八重様が。よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか。必要ありません。唯一行うべきは指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで。鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを
祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか。いやそんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だって。とにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。おう、おいらもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。あ、あの人が八重様か。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それに、さっきオイラたちのことを見てなかったか？オイラの見間違いだったかも。何せ、オイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな。俺に近づくな。もう剣はやめたんだ。許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、では師匠は。そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののようにあがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い？しかし八重様、願いを奪われたというのなら師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか。どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いいなじゃが、今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者がその手で自身の師匠と兄弟子を任した時、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。故に天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく、そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会った土門さんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。
俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ。やはり俺はあの時、確かに俺はお前のことを気に食わねえ奴だと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。鼻からお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどの奴がお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか、俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き、天下一を取る。お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日か、あいつらも俺のように血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進むことをやめ、ここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。ただ私に分かるのは、今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから分かるはずもねえ。だがお前に負けたあの時、俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、お前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった、明鏡止水流の師範だというのにお前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り、再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るな、こっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ。早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。うん、あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。
これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。彩香、最後の願いも叶えたぞ。うん。お、彩香？こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば彩香、どうして今回は出てきたんだ？あの3つの出来事から私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように友人とはすだれ越しにお話はできません。うんうん。ちょっと待った、トーマってお前の嫌いだろ？おいら嫌いは嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた彩香、雰囲気も違う気がするぞ。わかった。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか？神である将軍様の目には全ての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周囲、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であればもう一度お考えを。あ、本当ですか？はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼女はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置、シャブ業神里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってからシャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様、
私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島の珊瑚宮の下で抵抗組織を結成したのです。珊瑚宮に関してはもともと鳴上島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが、もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による領奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。オイラはまだ質問が残ってるぞ。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか。花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私とトーマはシャブ業としての身分がございますので、このことが露見すれば上里家全体を巻き込んでしまいます。その後の行動での支援も難しくなるでしょう。もちろんこのことをすべてあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。